どうも赤星ですよ。赤星マシャシピーン、お願いします。はい、これあ、誠に申し訳ございません。はい、再びラーメンスモーラックスさんです。ですね、はい、まずはちょっとこちらの方をご覧いただきたいんですけども、大井町駅のね、近くにあるお店でして、まあ徒歩 1,2 分ということなんですが、すいません、修正前にですね、はい、こちらのマスターラーメン二郎三田本店にいた方ですと紹介しちゃったんですが、全くの事実無根でございました。申し訳ない。ちょっと本当にそれも調べはちゃんとしていただいて、はい、なぜこのような情報を、なぜこうなったんですか、マジで。ですね、どこかで勘違いした、まあ、実際に行った方から、はい、確か三田本店だよっていう風に聞いたのをずっと覚えてたのを勘違いしていたと。なるほどね。あと、ネットでもちょっとその言った情報がどっかでちらっと見たのを検証しないままちょっと上げてしまったということですね。すいませんでした、申し訳ない。2回目の投稿ということで、中身ほとんど変わってないんで、またちょっと券売機のね、はい、情報ですけど、ラーメン豚煮玉豚、ビンタンビールというふうになっておりまして、一応まだ見てない方もね、いらっしゃると思うんで、しっかり説明させていきますが、ラーメンを選択しております今回。はい、はい、というわけでこちらです。はい、ラーメンにんにく増し油増し辛め野菜ダブルの豚、あ、ここね、ギューンとこうドローンで撮ったような動画だったんですけど、すで、はい、に消してしまってたんで写真になりました。あ、そうなんです。ここ違います。はい、すいません。増し増しがおそらくないという、これ野菜だけ100円でダブルにできます。おそらくもやめてくださいね、これ本当に。ですね、1回やって2回目やってるんだったらおそらくとか言わないでください、こういう時。ちょ、これ、はい、マスターと1回お話ししたんですけど、はい、ちょっとその部分はもちろんないだろうということで、うん、はい、まあ、言わない方がいいかなっていう気はしますね。はい、マスターの豚合計6枚ですね。外にラーメンのディスプレイありますね、うん、はい、野菜トッピングは野菜に行くと、あ、まあ、油もね、あのトッピングいきますけど、丁寧に、説明が始めですね。さあ食べていきます。油野菜です、はい、しかし、頂上の油の下にですね、ニンニク盛られてますんで、脇にどかしております、はいはい、油野菜、いきますね。予想通りの美味しさなんですね、やっぱりね。これ言ってくれましたが、油はまあデフォでございますけども、上からこう、あの辛めをね、コールしてますんで、返しをパパパパパパッとかけてくれてるという、ちょうどいい辛レベルの野菜でございました。はい、そしてややシャキですね。あ、前回も言いましたけども、はい、野菜にある程度油をまとった潤い野菜なんですね。これが美味しい野菜を出してくれるお店の秘訣だと思ってます。はい、美味しい野菜でございます。スパスープ、これですよ、はい、これです。これ何回言ってもいいですね、これは。スモーラックスさんっていうのはやっぱり非入荷のお店なんでね、見た目だけでもう私的にはこれは好みのお店だなっていうことがわかる。非入荷ということで、あ、もうほら、うまいって自分でつぶやきながら食べてます、ね、つぶやきのサイズじゃなかったですね。口のでかさがね、はい、野菜の盛り方、ど非入荷加減、うん、ここはね、変えてません、僕目黒二郎彷彿とさせます。もちろん目黒の出身ではございません、はい、鉄がちょっと似てるよということで、見た目がね、見た目です、はい。そして豚です。あ、ムチホロ腕肉、うん、ね、味付きは控えめということですね。こちらが斧に似てたということでね、歯の部分は。確かに今思ってたけど、なんか言ったかもなとかも言えないよな。やっぱり同じことはね、だから二度言うとちょっと恥ずかしいですけど、もうスモーラックスでした。難しいな。難しいですね、はい。そして胡椒はですね、カウンターの上部に置いてあるということで、うん、白と黒あります。黒だけ、僕の席からとやや取りにくい位置にありましたが、上の方にあるので落とさないようにね、取りましょうということですね。はい、横の方にちょっとご迷惑かかるようなにならないようにということで、味付けマイルドだからこそ胡椒でね、ヘビーに食べていくとより効果が発揮されるんじゃないかということでね、スープを一口に食べないですね。さあ、想像以上の豚のボリュームありますんで、野菜が見えなくなってる状態からもう豚をこう引き出してもいいんじゃないかなっていうね。ゾウさんとか大食いさんもですね、豚から行くって言ってたという情報もここでまたもう一度言わせていただきます。これもちゃんと言ってますね、はい、三パゴクさんも言ってます。はい、これは確実に言ってました。言ってましたね。はい、聞きました。はい、ゾウさんが豚の話をしましたということで、はい、麺量茹で前はラーメン 250g、 これは台はありません、確実に台ありません、減らすことはできます、半分にできます、
はいはい、半分に切ります、はい、やや細いややゼロ広いですね、はい、程よく油をまとって、それからスープも塩気そうバランスのいいすすりが美味しいです、はい、間違いなく情報を届けていきますね、しっかりね、そして麺のね長さ、それから 250g というの一番ちょうどいいねところを計算して出していきますね、はい、これ前回言えませんでした、はい、そしてしょっぱレベルおいしょということで4点、しょっぱめしょっぱめです、はい、ああもうほらこれですよ、うん、ね、お水を飲んでしまうんですね、やっぱ 4.5 を超えてくると、うん、これなんです、はい、スープがね、これそこまで強烈ではなかったんで返しのしょっぱさは不意打ちでしたね、不意打ち返しありがとうございます、はい、つばめ返しみたいな不意打ち返しです、はい、ただねこれ塩気の強いしょっぱさではなく、うん、お醤油の味が濃い、しょっぱレベルだったんで、入れまくるとちょっとスープがかなりお醤油味スープになってしまうんでちょっとずつ入れた方がいいと思います、ですがデフォルトのスープというのはですね、まあ非乳化なんだけどもやや甘さも感じる感じだったんで、麺よりもですねスープにちょ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 っと入れるとどうかなんていうか、僕はいつも麺にこうダイレクトにかけて食べてますので、はい、非乳化スープを適度にやるのが吉ということでございますね、はい、でニンニクいつの間にか溶け込んでしまっておりました、すいません、いつもニンニクシャワーしますけども、避けてたのに避けてたのがじわじわと、まあ、じわじわと変わっていくのも結構いいかなと思います、はい、いきなり食うともったいないんで、じわじわ混ぜていきましょう、ファイナル豚でございます、うん、はい、麺量 250g なのにファイナル豚がきつく感じましたということですね、うん、はい、やっぱり量的にはそこまで破壊的ではないですが、店名の通りですね、スモールアッシュという斧だなという、印象を持ちます、切れ味がいい一杯でございました、ありがとうございます、では麺量80の気圧力を入れていく、豚力強めにしまして、マシュマシュレベル90点9号です、うん、9個ね、まあ、6個ですけどね豚がね、そうですけども、今回はしっかりと内容を伝えられたと思います、はい、はい、スモールアックスさんで、まあでもね、まあ、すでにご覧いただいた方、僕がだから1万4000再生ぐらいの時に、視聴者の方とそれからマスターがですねツイートで、ちょっと赤星マシマシ TV さんがおっしゃってることちげーぜと、あ、そうですそうです、はい、その後 DM でやり取りをいたしまして、申し訳ございませんでした、ちょっと修正してあげ直させてくださいということで、ちょっとこういったケースは初めてですね、アップしてからもう一度やるというのはちょっと初めてだったんで、ちょっとドギマギしましたが、ドギマギなんとかなんとかいけましたね、いけたんですか、僕もう病み上がりです、あ、すいません、まあそうですね、病み上がりにはやっぱりニンニクと油でどうでしょうか、そのお姉さん、まだきついどうでしょうかっていう、いやそれはさすがにいや食えませんとも言えなんか言えないし、言えないし、なんか最悪の振りですねいきなりはきついですね、はい、最悪の振りですさすがにごめんなさい、個人的にはねパワーついたんでちょっと連続で出させていただきましたが、スモールアックスさん、はい、やっぱり非乳化で美味しかったです、ありがとうございます、それだけはね買わないと思います、ごちそうさま、はい、